おはようございます。今日はですね、ウェブ記事の取材でこちらフォレストスプリングスさんに遊びにやってきました。今日はトラウトで、初心者の方に向けた、記事の取材ということでエリアトラウトを選んだので、今日はその一日の様子を、ゆるーくねトラウトを楽しんでいこうかなという回になっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。では行きましょう。見切られる。釣れるかな。デッドスローがいいって言ってたけど、どんぐらいのデッドスローなんだろう。ルアーを変えました。ペレットカラー。ゆっくりってどんぐらいゆっくりだな。すごい、めっちゃ魚集まってきてるよ。なんかこんぐらいのイメージ、トラウト。追ってきてた。すごい、いっぱい集まってきたよ。うお、食ったね。当たりはある。お、すごいバイトあるよ。あ、来た。やっと来た。
やったー。あー、ちょっとね、むず。はーい、よいしょ、一本目、綺麗なニジマスです。今ね、この赤い分厚い軽いスプーンに変えて、表層直下をすごいゆっくりゆっくりひら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 ってさせたら一番反応が良かったんで、それを続けてたら一匹ポンと食ってきてくれました。ちょっとすごい今活性がいいみたいなんで、引き続き表層か、まあ表層直下の釣りでちょっとやってみようかなと思います。引き続き目指せ20本。おお、フォールだ。フォールで食った今。さっきのよりちょっとサイズアップ。イエーイ。おお、フォールだ。フォールで食った今。さっきのよりちょっとサイズアップ。イエーイ、やった。サイズアップしました。今がもう完全にフォールで、すごい今見えてるところで食ってきたな。いいサイズ、見て、かっこいい。そこ写真撮ろうかな。さっき表層、クランク表層放置で反応あったんで、偶然持ってたナノシグレをちょっと放置させてみようかなと思います。食うと思うんだよねこれ。フロロだからどうだろう。食いました。食ったな。でも乗せるのが結構難しいかも。わあ、ミスバイト。この流れに乗せて、お、わあ、早かったぞ今。着水だった。これやっぱ落ちてくる虫とか食ってるからあれだな、ピラルクと近いな。じゃあアロワナか。ちょっと上に投げたり。うわー、来た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 。わーお、わー
来た来た。イエーイ、ペレットパワー、やったー。はい、ありがとう。